26日の、20、ちょ、マイク。26日の1時33分。うん。25日、実数、だから25日の深夜っていうか、だから25日の、二、え、十、ー、25日日本撮ってるってことですね。だからこれが上がるのは多分、これ今月曜の深夜に撮ってて、つまりは。で、これが上がるのが、火曜の分は先撮って上がるから、水曜に上がると。うん。だから、 そういうことね。で、まだ火曜に、これ、実質火曜になってるわけだけど、深夜やから、寝ておいたらまた火曜で、で、火曜にまた一本撮るとしたら、それは木曜に上がるってことで、水曜撮ったら金曜に上がるから、その二個溜め撮り状態が作れる。で、なんでこんな時間に撮るかって言ったら、まあ、あんま今日は、うん、ダメダメな日というか、ちょっとま、ね、あの、まあ、自分への罰として、えー、動画撮ろうかなと。何か、あの、できなかったら、何かダメやったら、 何かしたらいいと思うんですよ罰として何かうん何ができなかったら何かやったらいいよくてうんそんな感じであのねまあうんあのは腹すかして寝たかったんですけどちょっとド行っちゃってマク俺も小麦やめるって言ってたんですけどマクド行っちゃったんですようんでお全然美味しくないのにたくさん頼んでなんかうんそういう特性があってで 行ったくなかったのに、足がほんまに、これガチで。で、うん、だから別に俺は悪くないって言ったら悪くないんですけど、まあ足が悪いっちゃ悪いんですけど、まあそれでもまあ、うん、まあ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 。それで、だから行ってしまったから、まあその罰として、あーまあじゃあ動画と、動画撮ることで、えー、チャラにしようかなっていう感じで、えー、動画を撮ろうと、うん、そういう話ですよ。で、 生活保護の話を、まあしようかなと。えー、っと、まずここ、まず一つ言いたいのは、ここに手を置くと、揺れるから手を置かないっていうルール。えー、関係ないね、見てる人には。はい。まず言っておきたい、それは。えー、手は置きません。えっと、まず、ちょっとこの話は、うん、俺はどうでもいいけど、俺はどうでもよくて、 えー、けど誤解する人というか変な捉え方する人がいるのはお俺はいいけどその俺は生活保護に対する変な風潮は邪魔やと思ってるから俺にしてくるのはいいけどそういう風潮があることでまあ取るべき人が取らなくなるのは俺は 嫌やし、だからそこを助長させないようにまあ、しなあかんなと思いつつ、ただその方法っていうのはあんまよくわかんないから、あんまり深く考えずに、ただ俺は伝えたい人に伝えれたらいいなと思って喋、えー、りますと。まあそんな感じなんですよね。で、まあ水もはかどりますよ。で、手も置きますよ。手を置いたらあかんにはね。あのー、なんていうかね、まあ俺は、 えー、生活保護取っ,てたん取ってるんですよ4月から働くからで給料入ったら、えー、廃止になるからで給料入んのが多分5月のなんちゃらやと思うんでやったら5月分までは入るかなみたいな感じで,で給料入ったらその福祉事務所に言いに行って、えー、廃止し,してもらうみたいな感じっていう話を今日してきて。 「えーまあ、なんかおめでとうございます」とかなんか言われてあの公務員の人にでまあ俺はすごいあのー、すごい失礼な人間でうんーもう何も言い訳できないぐらい失礼な人間ですごい不想な態度なんですよ毎回うんあのー、まあだから 今日もブイスの感じやったんでえっとまああと数回しか多分その人とずっと担当の人がいるんですけど、まあ、その人と会うことは多分あと1回2回ぐらいだと思うんでまああのー、うんねあの人に優しくと言うからにはちゃんとまあまあ笑顔でという笑顔,笑顔その人に笑顔なんて見せたことないからその笑顔でっていうのもできるか分からんけどまあその。 うん。多分俺お、いや、わからん、もうな、自意識過剰ですね。うん、俺が、いや、今日、なんか、感極まるものもあると思います、向こうにも。だから、俺が笑顔で話したら多分向こうは感動するんちゃうかなとか勝手に思ってるけど、今日多分自意識過剰で、向こうはただの仕事かも、仕事と思ってるかもしれないし、まあ何がなんでわからんから、あの、まあ男の人、太ってる人なんですよ担当の人がで、 あのー、まあ、あと2回ぐらいで多分さよならなんで、なんか書類して、書類して終わりなんで。だから、ちょっと本当に、あのー、まあ、支えてもらったことは間違いないけど、俺は、えー、すごい不愛想。だから、えー、そこは、なんとかしたいなって、まあ、勝手な自分の話ですけど、えー、思いますね。うん。で、えっと、そうやね。あのー、なん、えー、っと、まずじゃあ、 いい言っときたいことだけさっっき言とといてあは適当に話します言っとときたいことは、えー、まずそのお金がなくてあんまなくててか、えー、社会で働いていく,自い,いく自信がなかったりだとか、えー、社会で働くことでやんでしまったりだとかうんもう何もやっていけないって思ってる人実際やっていけるやっていけないかわからんけど。 もうその、うん、うまいことやっていけない人、社会で。で、かつ、えー、親に頼、親があんまり金持ってない、もしくは親に倒れない、頼りづらい親との関係とか、親に頼りづらいか、親に金が持ってない場合は、俺は、あのー、うん、取るべきやと思う。10万ちょいもらえる、えー、住宅手当込みで、住宅代と、あと、まあ、 みたいな感じでもらえるんで、えー、俺は、うーん、そういう人が取るべきやと思う。本当に。で、無理せずに。で、えっと、あと言っとくべきことは、えー、今日一つだけルールがあって、一人暮らしじゃないと取れないっていうルールはあります。あとは、なんか、えー、親の資産だとか、いろいろあるけど、それはまあなんか、あの、俺は別に親の資産できにも大丈夫なタイプやけど、 実際に親の資産を調べられるわけじゃないから、ええー、まあ、何とでもなると思います。あの、別に、親に頼りづらくて、親はけど金持ってるけど頼りづらいって場合でも、一人暮らしで、あの、言ってしまえば多分いけると思うし、あの、うん、そんぐらいですかね、言っときたいのは。だから俺は、その、しんどい思いを、するぐらいなら、絶対に、すべてやめて、一旦、 とって安静にするべきだと思うで何がいいかって一番いいのは俺が言える一番いいことは、えー、病院のお金がかからないんですよ、うん、だからいろんな病院に行けて一番良かったですねなんか人生あんまりそんな病院とかもその気軽に行くタイプじゃな病院ってお金かかるから。 気軽に行くタイプじゃなかかったからけどあんま何も気にせずに病院行けるって経験も初めてででまあそれこそ精神とかもいろいろ行ったりとか精神科とか普通にそのお金かかるからそののね、あのー、骨折とかやったらお金とか気にせずにも行かなあかんけど精神とかって別に行か,ず行かんでもいいかなみたいな思いがちやけどそのうんいろいろ行けるから精神科あんまおすすめしないところもあるんですけどまあそう。 話し出したらいろんなことあるから、あんまり、えー、長々となっちゃうから、ちょっとあんまりそれはいいとして、俺がとりあえず言いたいのは、その、うーん、自分の環境的に、もう苦しみしかないなら、っていうか、社会でやっていけないなら、俺は一旦休んで、うん。 取るべきやとほんまに思うでまあんでわざわざ動画を回すかって言ったら、まあ、それを言う人はいないしおるけどおるけどまあ少ないからその中の一人にうーんなっときたいというか別に生活保護系 YouTuber だとか生活保護系ラッパーだとかそういう、えー、枠にはマりたいつもりはないけど別にどっちでもいいけどはめたかったらはめてくれていいけど俺は別に何でもよくてそれは。ただ うん。言う人も少ないし。で、えー、デメリットとしては、その、なんか、なんか、友達とか親とかの風当たりが強いというか、風当たりが強いというか、なんか、うん、そういうのあると思う。だから、あのー、うん、すごい、なるろうね、難しいと思う。けど、俺はどんだけ、 あの、数当たり強くても、俺は肯定するし、俺は味方でいるし、まあ、友達も肯定してくれた人もいるし、えー、家族もまあ、おおむね、あれなんですけど、あのね、うん。だから、まあなんか、一つ、ひ何個でも言えるけど、だから、悪いことして金稼ぐんやったら、黙って、生活保護をもらって、ちゃんと、 休めた方がいいと思うし、うん、悪いことして金稼ぐって多分普通の社会じゃ金稼げないからそういうことしてると思うけどうん俺は奈良を一回休んでうんもらったらいいと思うしっていうのも思うかなそれはもうなんか俺より年上の人とかそのはもうあんまわかんない俺が年上に言えることなんてないと思うしけどなんか年下の子とかで闇バイトとか うーん、わからんけど、まあまあ年齢なんて感じないねんけど、とは思いますよね。本当に思うかな。うーん、まあ俺が言ったところで何もならないんですけど、プライドとかもあるし、それぞれが。で、まあ本当何もならないよね。うん。あのー、何もならない。だいたい何しても。何しても何もならない。<laughs> けど、まそういうことも思って、だから、一時期の一時期の一時期は、ほんまに俺は、 生活保護系ラッパーとかになって、なんかもうひたすらそれだけあって、この世から闇バイト減らしてとか、そういうのがいいんかなとか、いろいろ思ったけど、なんかどうせなんもなら変んし、なんか、うん、分かり合えない人分かり合えないから、ね。って考えたら、あんまり、なんかそっちに舵を切るよりかも、まあ地道に、それだけに絞らずにもできることを、毎日毎日、 え、いろんな角度でやっていくしかないなって思って、今は今で、え、まあ、このこと話すか話すかとか考えたりしながら、まあ、けど、うん、まあ、クド食っちゃったから、その罰として話そうかな、みたいな感じで、うん、話してて。で、あの俺は4月から働くから、え、で、うん、なんか、めっちゃ働いて、 もらった分をちゃんと税金で返してから、税金をもらってるらしいから、税金で返してから言おうかなと思ったけど、それはそれでなんかダサいっていうダ、ダサくないよ。ダサいとか言ったら取りづらくなるから、ダサいってあんまり言いたくないし、ダサくないけど、なんかそれはそれで欲しいな気がするから、まあ別にどんなタイミングでもいいかなって。で、その、俺が堂々としていることが大事だと思うから、その、社会を良くするためにはって俺ほんまに思ってるから、 別に悪いことするだけじゃなくて、悪いことで金稼ぐ人に向けて言ってるだけじゃなくて、普通に、その、しんどい思いしてる人とかは、俺は、過激かもしれんけど、その、なんか、言、言われるんですよ、その、家族とか友達とか、別に愚痴じゃないですよ、愚痴じゃないよ、これ、マジで。あの、本当に愚痴じゃないけど、その、みんなが、我慢して働いてんねんとか言われるんですけど、俺は、その、 我慢、まあ、稼働が経つよな。まあいっか、一回稼働が経っても、俺は我慢して、とか、しんどい思いして、働くんやったら、やめて、生活を取った方が、取って休んで、で、なんか、って思いますよ。その、うん、って思います。別にそれは俺が、今これストレス発散でってわけじゃなくて、 アドバイスというか、ほんまにしんどいなら、って、マジで思うし、うん、かな。俺は、本当に思う。そうやって。で、うーん、その、しんどいって、環境のせいもあるかもしれないけど、メンタルのせいもあって、なんか、 俺が前入った会社はブラック企業だとかみんな言うけど、俺はあんまりそんなことも思ってなくて、全然思ってなくて、別に環境が悪いんじゃなくて、自分のメンタルがあって、やっぱり、そっちが大事でしんどいっていうのは、俺はそっちだと思ってて、多分、そういう人はどんな環境行っても、だから俺はどんな環境でも、会社辞めてて、で、もう社会どれも無理やってなって、えー、生活をもらってたと思うんですよ。で、だから自分の問題でしんどいって多分、環境じゃなくて。だから、 しんどい思いしてとかやったら、それは自分がそうしんどい思いするぐらい今もう脳が巻いちゃってるから、ちゃんと休んだ方がいいと思うし、その上で、それこそちゃんと睡眠とってでもいいし、ちゃんと冷静になって、働きようになったら少しずつでいいから働いていったらいいと思うし、俺は、 多分この意見は分からないかなって思います。しんどい思いして、まあまあ別にいいんですよね。その、しんどい思いしたいなら、したい。なんか、別に、別にいいですよ。何でも。友達とか家族とかやったら、まああれやけど、名前も顔も知らない人が過労死で死んでも、確かに何も思わんから俺も。ながら、 そういう意味では、いいっちゃいいっちゃいいけど、そういうわけでもなくて、うん、俺は、そう思ったっていうことを、まあ言いたい。俺は、生活をとって休んで、あんま、その長い間休ん、その大学受験だとか、いろんなことで、まあ別に俺は忙しかったアピールするわけでもないけど、俺は、長い間休んだこともなかったから、えー、休んで、すごい、 精神的に分からんけど、周りから見てどうか、で、実際どうか分からんけど、俺は精神的に強くなったと思う。本当に、あの、強くなったと思う。今は、つ今はなんか社会でやっていける気がして。だから、多分、5月に廃止になるわけやけど、で、次の会社が、たとえ辞めたとしても、生活後には戻る気はない。それは、強くなったから。あの、別に、か、その会社を辞めるとしても、それは、 しんどいから辞めるっていうか相性が合わないからとかでまた違うところで働くバイトでもいいしやっていけると思うあの気持ちが整理ついたし強くなってるから俺はうん何度でもなると思うで月12万もらえるわけですよ働かずにけど多分俺月12万今なら稼げる普通にその会社辞めたとしてもバイトでだって1日1万を12日でしょできるけど 生活保護取った時に俺はなんか気持ち的にも無理やったと思う。わからんけど。で、うん、そんな感じです。だから、うん、多分戻る気はないけど、戻る気はないけど、生活保護のお,おかげで今があるって考えたら、取ったことは後悔してないし、全く。で、と、うん、すごい、あのー、 おすすめです。で、えー、動画じゃ伝わりきらないところもあるかといってできることも少ない。だから、うん、どうしようかなと思う、とも、思うし、うん、なんかあ、そういう活動をしたいな、いつか、いつかというか、今は自分で精一杯やな、俺も。なんだかんだ、精神強くなったって言っても自分で精一杯やからさ、 あれやけど、まあ、いつかそういう、その本当に、精神的に苦しんでるけど、その生活保護って選択肢を分からずに、自分を苦しめてる人たちを生活保護に誘って休ませるっていう仕事っていうか、そういう活動は、なんかの、どういう活動なのか分からんけど、そうやって言ったら一人一人に声をかけてもキリがないわけで、 かといってじゃあ音楽でやるかって言っても音楽じゃ伝わりづらかった。喋りでやってもリーチする数もあったりだとか。で、うん。伝え方にも、俺も別に万全でもないし。けど俺は、ちょっと、あれかな。一年以内かな。マジでこれはちょっと、期限決めるのとか好きじゃないけど、まあ言っとかないとね、善は急げじゃないか。 あの、言葉間違えた。何やったっけ有言実行じゃないわ。何でも言えわ。あの、言葉にしたら、あの、寄ってくるって言うから、まあ一年以内になんかそういう活動は、あの、オフィシャルでもアン,アンオフィシャルでも、えー、こういう表でも裏でもどこでもいいから、なんか、したいな。ちょっと目標として今思ったかな。本当に思ってます。で、うん。 まあ、せめてこうやって動画を見てる人の中ですごいしんどい思いしてる人は、えー、選択肢として取ってほしいでこういうのを言う理由の一つとしてもし多分俺が好きなアーティストとかがこういうこと言ってくれてたらなおすら俺はあのー、前向きに取れてたと思うし後ろ目立さ後ろ目立たさというかなんか半信半疑とかいろいろ俺はあって今は全然後悔してないけど えー、撮って、うんぬんとかの時に、やっぱりなんかいろんな感情もあったし、難しいから、まあまあまあ、いろんな思いで、まあこうやって動画に、とりあえずそとこう、う、え、ま、ー、く伝わってないと思うけど、まあかといって動画長くしたところでっていうところもあるんで、まあいつも通り、あのー、22分で切るけど、うん、何か言えることないかな。まあ、 ほんまに俺のためじゃないけど、この話は別にそんな面白い話にし、えー、別に飲み会とかの時とかの時面白い話に勝手にしてくれて、で、俺が笑われる分にはどうでもいいけど、その本当に世間体的なところでは面白い話にし,してるなんかネット民だとかっていうか、そういう風潮に加担はしたくないし、っていうのは思います。かといってそのために何ができるかはわからない。けど、 ま、あ、とりあえずそういうことを言っとくことは大事かなと思うんで。うん。なんか、そうしたい気持ちは全くないんで。まあ、今後もこういう動画とか、えー、表舞台の時に、なんか、変な、自虐みたいな感じでやったりとか多分しないと思う。俺はほんまにこれは、生きる上で、えー、大事な手段やと思ってるから。うん。あのー、休むことってすごい大事やから。これはマジで思う。うん。 あのー、休むことで、けど働か、働かない、働いて金稼がないといけなくて、で、けど、しんどくて、けど、休むことなんてって思ってる人は、一回仕事とかやめて休んでほしい、生活をとって、ってマジで思ってる。うん。もうちょい喋れるけど、喋ろっか。喋れ、30分でいっか。なんか、ちょっと長いぐらいがいっか。かといって喋れないか。特にもう、喋りきったじゃ喋りきった。 うん。けど、うん。最後言えるなら、それかな。休んでほしい。一番いいところはそこかもしれん。休まないと、休んで見えてくるものもあるし、逆、ほんまに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 、ほんまに、あのー、休まないと自暴自棄になるし、多分。 うん、俺も休んでるけど、自暴自棄になることもあるけど、だから、難しいけど、それはもちろん。けど、うん。休んだ方がいいと思うっていうのは、言いたいかなマジで。うん。だから、なんか、 また、愚痴みたいになるけど、愚痴じゃないよ。なんだろうね、愚痴と愚痴じゃないよの違いって。わからんけど、もう愚痴でもいいよ。何でもいいよ、どっちでも。捉え方は自由なんで、どっちでもいいんですけど、なんか、ラッパーの人で、なんか、生活保護をとってるラッパーは死んだ方がいいみたいな、ツイートしてる人もって、全然俺とは関係ないところでとか、 多分、ラッパーって思想強いじゃないですか。俺も含めて。意志固いじゃないですか。だから、そ、そういう、その人がどんだけ上手くても、有名でも多分もう、有名であろうが上手かろうが、俺は、馴れ合えないなというか、もう、分かり合えないし、そういう思想の人とは、多分、みたいな、ことは、 思う。ただ、うん、俺は、別に、まあ、ここで何言ってもあれやからあれやけど、そうここで言うべきことで絞って言うとしたら、俺は、ラッパーは、勝手な会社かやけど、代弁者やと思ってて、俺は。だから、俺は俺なりに、できる代弁をして、俺はで、俺なりに、 自分をレプリゼントすることで、同じ境遇の人をし、し、背負って言ったらあれやけど、守らないといけないし、先頭に立つっていうか、代弁するっていうか、そんなタイプじゃないし、しんどいし、嫌やし、普通に、端っこにいたいけど、っていうか、多分端っこにおるけど、ずっと。けど、その、 そういう気持ちで活動していくうちは活動し続けたいなとは思うし、そういう意味で自分は強くならなあかんのやろなとか思いつつ、けど確実にどんどん強くなっていってるし、俺は、俺で人として精神的に、それは多分休んだ時間がこうやってあったからやと思うし、なんか今は社会でやっていける気がすごいして、うん。 まあ別に自由やと思いますよ。パチンコとかして、あの生活ごとってパチンコするのも俺は別に肯定やし、俺はしてないけど、俺は全然遊んでないですよ。けど、遊ぶのも肯定です。で、パチンコとかも自由にしたらいいじゃないですか、なんでも。で、俺は働いてる人が別に必ずしも偉いとも思ってないし、うん、<laughs> ほんまに別にあ、あの、うん。けど、俺が言いたいのはもう、ただ、 しんどいなら休もうっていうぐらいです。あとは、あとも全部言いたいことやけど、適当に、あの、まあ、受け取ってくれたらいいし、本当に言いたいのは、本当に言いたいっていうか、触ったらいいなと思うのは、あの、しんどい人に休もうって思える何かきっかけになれたらいいなって思って、うん、そのためやったら、何でもできるっちゃ何でもできるなと思う。 別にそのしんどい人がめちゃくちゃ他人、俺のこと見てくれたとしても俺からしたら全然知らん人で、だから俺が、その人が死んだとしても俺が気づかないような人やとしても、俺はその人がしんどいなら、やっぱり休んでほしいなって、不思議やけど思う。それはほんまにほ、思えてるかわからんけど思う。マジで思う。それは、うん。てか思わないといけないなと思うし、思ってこうやって喋ったり、 したいし、俺はそういう人の味方でありたいし、味方やから、うん。あの、敵はおるかもしれんけど、自分以外にも、えー、風当たりだとか、強い思想とか、それは俺も強いけどね、思想は。その、強い思想がゆえに、あの、刺されがちだと思うけど、守りたいし、もっと、まあまあ、数年で返却はなくなると思うけど、まだ今は、 変な感じやから、多分。まあ、被害妄想かもしれないけど。まあ、俺は味方でいたいし、味方やから、そこはしんどいなら、休んでほしいよね。とは、思うし、まあ何、なんやろそこは、相談してくれたら、メール、メアドね、あの、概要欄に毎回貼ってるんで、そこに相談、 なんか悩んでてなんか踏み,出す踏み出せなかったり別にこのこ,のこれ関係以外のことでもなんでもいいからしんどかったらえ相談してくださいでそれはあの別に暇やからやるとかじゃなくて仕事初めてでもあのちゃんと返すしでそれはあのメールで返すんじゃなくて動画で返すからじゃあ動画で返すんやったらそのメールやったら返信できるけど動画やったらとか言うけどちゃんと動画に対してまたメールで送ってくれたらそれに対して動画撮るし何本でもだからまああのしんどかったら メールシグレたらいいし、普通にその、うん、人を攻撃、攻撃する人は、基本、敵なんで、敵というか、うん、攻撃してくる人は、攻撃、そういう人に攻撃し返すつもりはないけど、かといって、うん、負けるつもりもないし、そういう人たちに対して、とは思ってるから、なら、 うん。せめて、こうやって発信する側は、そういうのであらなあかんなとか思ってるし。あの、ろれつ、ろれつ回ってます僕、ろれつというか、しり滅裂ですかうん、なんでもいいんですけど。あのー、うん、だから別に俺がどうとかじゃなくて、ただしんどい人が休んでほしいっていうだけの話で、俺に対しては別にどうでもいいです。マジで大丈夫です。ただ、えー、しんどいなら、 休みましょうでいや休むって言っても生活費がとか言うんやったら生活保護がちゃんと12万10、うん、まあその地域によると思うけどあの福祉事務所行ってください最寄りの行ったら行って話したら何でもなります何とでもなります場所によると思うとか言われてるけど、まあ、他の場所知らんから何も言えへんけど大丈夫やと思いますで無理やったらそれこそメールしてくださいあのちょっとそれはもしかしたらメールによっては あの、動画にせずに返信するかもしれないけど、いやー、動画にしよう。そ、そこはちょっと曖昧にしなあかんな。返信するかもてし、ししたらあかんわ。あのー、それはダメなんで、返信はしませんけど、あの、まあ、メールしてください。っていう感じです。まあ、とりあえず、以上です。